ございます。まあ、なんか久しぶりだな、こういう感じ。久しぶりにこういう感じで動画撮ってる。ダン。すっぴんメガネお化けです。今日はですね、ちょっと久しぶりに、まあちょこちょこ一日カメラを回してみようかななんて思ってます。ふーちゃん、ふーちゃんチリンして、チリン、ふーちゃんチリンはチリンしてください、チリン。こんにちは。そう、最近ですね、ちょっとこう、まあ割と本当ずっと家にいる感じなので、一日のね過ごし方みたいのをちょっと予定立ててみたんです。あれ、どこ行っちゃったな、どこだ、ん、はい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 、本日5月18日、なんかこんな感じでね、予定を立てて、なんかこうやって置けるんです。ちょっと、これが机だとしたら、こうやって立てて置けるんですよ。ほら、こういう感じで。これね、100均で買ったやつなんですけど、このスクラップブックってやつ。なんかこういう、紙質だから鉛筆とかで描いたら可愛いかなと思って、鉛筆と色鉛筆で描いてる。予定通りできなくても焦らないぞってふーちゃんが言ってます。そう、こんな感じでね、まあちょっといきなり全然違う時間に起きちゃったんで、ちょっともうダメなんですけど、まあ予定通りできないのが人生ですからね。予定通り行ったら面白くないからね。予定通りちゃんとやれっていうだけなんですけど、一応ね、このスケジュールに沿ってなんとなくやってみようかななんて思ってます。本当は朝のお散歩に行く予定だったけど、めっちゃ寝坊したし、なんか天気悪そうだからいいかなと思ってます。はい、とりあえず今日はラジオを撮って投稿するっていうのを頑張ります。あ、そう、サブチャンネルでラジオやってて、結構真剣に作ってるので、よかったら聞いてみてください。概要欄に貼ってあります。ちょっとね、最近こんな感じで予定を立ててみたら、気持ちよく一日が過ごせるというか、なんかやっぱりどうしようっていうところから始まるっていうのがなんか良くないんだなっていうのはすごい感じて、今日どうしようとか、これからどうしようって何も決まってないとやる気出なかったりいろいろするし、予定を立てるっていうのはすごくね、気持ちよく過ごすためには大きいことなんだなって思って、当たり前なんですけど、まあ無理なくね、そんなきっちりしすぎると私無理なんで、まあちょっと予定通りできなくてもいいかぐらいでね。えっちゃん、私結構ここ数ヶ月というか、ここ1年ぐらい、いやそんなにはないか、結構いつもあのラルーンっていう、その女の子が使うようなその体調管理するアプリがあるんですけど、私そのルナルナ派の人多いと思うんですけど、私ラルーンっていうの使ってて、でそれで毎朝10時ぐらいに通知が来て、双子座何位ってこう来て、今日は何とかでしょうみたいな来るんですよ。で今日1位だったんですよね。もう1位だとそれだけでなんか、あ、今日1位なんだ、やったみたいな気持ちで元気になるから、嘘でもいいから毎日1位って送ってほしい。ねえ、ふーちゃんね、そんな感じで今日は1位なので楽しんでいきたいと思います。イエイ。ちなみに朝ごはんはね、もう食べたんですけど、これ食べました、スープ&フォー、こういう麺なんです。美味しいですね。美味しいですよね。ね、美味しいですよね。本当合わないよ、本当合わないよ、じゃあね、別合わないよ。
フェちゃんと原名はマジラです。ラジオなんですけど、なんかこんな感じでね、軽く台本みたいのを作ってて、毎週必ず最初に言う言葉とかは、まあなんかもう台本として打ち込んでて、で今日こういうこと喋ろうかなみたいなことを軽くこのフリートークってとこに書いてやろうかなって思ってるんですよね。なので毎週そんな感じでこれを軽く見ながらラジオを録音しています。さあ始まりました、ななももくん。めちゃさあ始まりました、ななももこのふっと一休み。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この動画は YouTuber ななももこのゆいちゃん、ゆいちゃん一緒にいる。じゃあ静かに生きる、チリンじゃなくて静かにしてられる。さあ始まりました、ななももこのふっと一休み。皆さんいかがお過ごしでしょうか。この動画は YouTuber ななももこのサブチャンネルにて、この動画は YouTuber ななももこのサブチャンネルにて毎週月曜日にお届けしているラジオ番組風動画です。皆さんもぜひ今からちょっと考えてみてください。私の妄想をたくさん聞いてもらったので、皆さんもこれから妄想してみてください。何が食べたいとか、どこに行きたいとか、何したいとか、ラジオ撮り終わりました。暑い、なんかずっと喋りっぱなしでめちゃめちゃ暑いです。なんか空調とかもさ、つけてるとさ、ゴーって音入っちゃうかなとか思って、そう我慢してたんで、ちょっとめっちゃ暑くなっちゃった。ちょっと一旦レポつけよう。というわけでこれから編集したいと思います。編集しつつこちらおやつ食べていきたいと思います。イエーイ。Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. ただいま動画を書き出しております。予定より遅くなっちゃったけど、これから夜ご飯作って食べたいと思います。
cross my mind. I will keep on holding my head high. The sky is falling down. Jumping from cliffs so high.Trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down. We get up and start from the ground. And I. If I let figure out where the road goes, even if I'm falling down.I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. 炊飯器の最後の方のご飯だったから結構カピカピで硬い。そんな日もあるよ。というわけで、なんか今日はほぼずっとラジオを作っていた人みたいな感じになってしまったんですけど、動画とかラジオとか作っていると一瞬で一日が終わってしまうので、また他のパターンの日の動画も回してみたいなと思うので、また Vlog みたいのはちょこちょこ撮っていこうと思います。じゃあねー、おやすみなさい。えい、あ、間違えた。えい、あれ、どこだ。えい、あ、これだ。バイバーイ。